チュッパチャプスが1本しかないわ。こんなの嫌だ。僕はラッキー。やった。アレックス、私の方を見なさいよ。ラッキーなのは私よ。わあ、すごいね。こんなにたくさんあるなんて信じられないよ。ジェリーから始めてもいいわよ。わかったわ。まずは包装紙を外さないと。あんまりうまくいってないみたいね。諦めないわ。笑わないでよ。あ、チュッパチャプスを壊しちゃった。そんなことがありえるんだね。大切なのはこれでも食べられるってことよ。あー、美味しい。最高。早かったわね。次はアレックスの番よ。やった。ちょうどお腹空いてるんだよね。見て、包装紙を簡単に外したよ。すごいわね。見習わないと。今からある挑戦をするよ。一気に食べる。アレックス、何をするつもりなの？怖がらないで。飴を細かく刻みたいだけだから。見て、できた。僕って強いな。もうやめて、怖いわ。もう終わったよ。あとは飴をお皿に移すだけ。すごいたくさんあるわね。すごいじゃない。僕は一本のチュッパチャプスを残したよ。これはもちろんわざとやったことさ。飴をトッピングにしてチュッパチャプスを舐めることができるんだよ。あー、すぐに終わっちゃった。残ったトッピングは口の中に流し込もう。これでも美味しいね。もっともっと食べたい。こぼれてるわよ。今度はミラの番だよ。掃除機が必要なの。早く止めて。あ、ごめん。二人の方に向かせるつもりはなかったの。包装紙を飛ばしたかったの。いいね。私も気に入ったわ。これでチュッパチャプスが食べられる。どうやってそんなに入れてるの？すごいね。でも嫌な予感がするよ。わ、アレックスも言う通りね。詰まったわ。どうしましょう。仕方ないね。手伝ってあげるよ。踏ん張ってね。気をつけて、痛いわ。え、これは何？ミラの歯だ。恐ろしいね。大丈夫、元に戻したわ。これは何？小さすぎてよく見えないわ。トウモロコシの種かな。そうっぽいね。僕のところにはいくつかあるよ。匂いがしないね。二人ともまだわからないの？ポップコーンを作ればいいのよ。作り方なんかわからないわ。どうしましょう。あ、いいこと考えた。食べちゃうわ。あー、無理。そうね。ヘアアイロンが使える。ヘアアイロンでポップコーンができるはずよ。どう？できそう？長いわね。待ってる間に遊びましょう。あとは寝て。そうね、時間がかかりすぎたわ。できた。やった。見て、かわいいでしょ。すごい。できるって信じてたわよ。努力した甲斐があればいいんだけど。やった、おいしいわ。次はアレックスね。僕の量だとヘアアイロンは使えないと思う。普通のアイロンでどうにかなるかな。本当にできるかな。ミラの時だって初めは信じなかったでしょう。あ、できた。早くできたよ。びっくりよ。やけどしちゃった。熱いよ。おバカさんなのね。ポップコーンで痛みを紛らわせたいな。やった、すごく美味しくできたよ。カモン。こんなにたくさんどうやって作ればいいのかな。あ、わかったわ。何それ？ポップコーンメーカーよ。見たことないの？使い方を教えてあげるわ。まずは種を中に入れるの。わお。そうそう、これだけよ。見て、できた。ポップコーンの完成よ。すごいね、そんな機械があったんだ。もっと種を足してもいいと思うわ。これじゃあ少ないもんね。
見て、いいじゃない。やった、机がポップコーンまみれだよ。残りはあと少しだから全部作っちゃうわ。あれ、なんかおかしいんじゃない。これでいいのよ。ザリガニ、怖いわ。触るのだって嫌なんだけど。一匹でよかったじゃない。私のお皿を見て。でもザリガニって危なくないと思うわ。そうかな。こんなにたくさんどうやって食べればいいんだろう。ミラから始めて。アレックス、それでも友達って言えるの？思ったよりもまずくないわよ。本当？へえ、気に入ったわ。丸ごと食べられる。おいしい。こんなに気に入るとは思わなかったわ。僕だってびっくりしてるよ。おいしかったわ。ミラ、歯を磨いた方がいいと思うよ。あら、ごめんなさい。大丈夫よ。 OK。私も簡単に食べれたらいいんだけどな。まずは味見してみるわ。おかしいわね。動いてるのかな。他のザリガニを食べるわ。まずは余計なものとおさらばするの。ジュリー、何してるの？何よ。ザリガニを食べられるようにしただけよ。何してんだよ、こっちを見て。ごめんね、わざとじゃないの。分かったから早く。あら、本当に美味しいのね。わお。アレックスよりも量が少なくて残念だわ。もっと食べたかったのに。またお腹空いちゃった。残念だけど私たちはもう何も食べれないわ。次はアレックスの番ね。二人が美味しそうに食べるから僕も食べたくなったよ。おお、本当に美味しいね。少し食べてもいい？ダメだよ、もう食べたんでしょ。一匹だけでもいいからちょうだい。やめて、分けないって言ったでしょ。邪魔しないでよ。美味しい。お願い、すごくお腹空いたの。これぐらいでいい？面白くないわよ、欲張り。覚えとくからね。そんなに怒らないでよ、ただのジョークなんだから。あ、生きてるザリガニだ。怖いよ。なんでこんなところにいるの？大丈夫？助けて、僕の指が。何とかしてよ。私の方に投げないで。痛いよ。欲張りだからそうなったのよ。まずは簡単なものから。フライドポテトを作って。簡単よ。わかったわ。ちょうど料理できるようになりたかったんだよね。みんなが皮を剥いてる間に僕はオリーブオイルを用意するよ。多ければ多いほどいいと思う。あと少しで沸騰するから切ってあるポテトを油に入れよう。ちょっと待ちなさい。あ、熱いよ。油が跳ねてる。何してるのよ。油は危ないのよ。ゆっくりゆっくり入れないとうまくいかないでしょう。ほら、フライドポテトの出来上がり。あとはソースを足すだけね。そんなのフライドポテトじゃないでしょ。私は本物のポテトを作ったわ。でもまだまだこれから。見てなさいよ、ベーコンとソースと最後にローズマリン。すっごくいい匂いね。そうだ、まだ諦めちゃいけない。グミのポテトを作ればいいんだよ。ストロベリーシロップも用意したらすっごく美味しくなるって聞いたことがある。すごい、
このポテトから食べてみるね。あ、おばあちゃん、おいしいよ。あ、ローズマリン嫌い。悪いけど気に入らなかったわ。グミポテトはいいアイディアだと思う。お兄ちゃん、すごいね。優勝者はおばあちゃん。やったわ。今度はお寿司を作って。お願い。やってやるぞ。最高なレシピで作るわよ。寿司？田舎者は寿司が何なのか知らないのね。なんですって？一番おいしい寿司を作ってみせるわよ。普通の寿司じゃつまらないね。いろんなお菓子を使って寿司を作っちゃおう。中には生クリームを入れるよ。目玉グミも使えるね。あとはハリボー。いいね。そしてもちろんチョコシロップ。すごいじゃない。私ももうすぐ作り終わるわ。シェフの手順を真似すれば完璧よ。結構簡単ね。簡単ですって？すっごくまずい寿司が出来上がるんでしょうね。ソースじゃないの。これって何？アボカド？綺麗に巻くのが大切なの。おばあさんにはできないでしょうね。じゃーん。あと少しで完璧な寿司の出来上がりよ。あら、寿司ってこんなに不気味なのね。今度はサーモンの出番ね。サーモンはたっぷり使うのが大切なの。お醤油も忘れずにね。お魚ですって？わかったわ。完成よ。美味しくできたかな。あら、シェフの寿司の方が素敵ね。ビンゴ。でもいいこと考えた。きゅうり巻きを作っちゃうわ。健康にいいし美味しいわよ。まずいと思うわ。なんですって？きゅうりはすっごく美味しいわよ。お米も多めに入れないとね。美味しくなさそう。まだまだこれからよ。ほら見て、素敵でしょ。何これ、きゅうりとお米？こんなの見たことない。こんなの食べない。甘い寿司は喜んで食べるよ。美味しい。でもお腹いっぱいになれないわ。残り一品ね。わあ、本当の寿司だ。今回はシェフの勝ちよ。最初から分かってたわ。ワッフルは誰でも作れるよね。まずは生地から始めるんだよね。簡単にできると思う。まずは砂糖を入れよう。そして混ぜ混ぜ。いいね。次は小麦粉。あ、鼻に入っちゃった。あら大変。大丈夫さ、続けるよ。あ、全部入れちゃった。でも美味しいワッフルは作れるはず。できた生地をワッフルメーカーに流すよ。妹のために最高なワッフルを作ってやる。生地は美味しくできたわ。
卵の殻も入らなかったし、美味しいワッフルになるといいな。あん？二人はお砂糖を使ったけど、砂糖は体に悪いのよ。私は代わりにズッキーニを使って生地を作るわ。見てなさいよ、できた。あとは卵と小麦粉を入れるだけ。混ぜるわよ。ハーブも入れるの。まずそう。健康にいいのよ。ワッフルメーカーに流すわ。ワッフルが焦げないようにしないと。ああ、いいね。あ、焦げちゃった。熱いよ。でも大丈夫。生クリームとベリーとチョコソースで焦げた部分を隠しちゃうよ。ほら、いい感じ。ワッフルといえばメープルシロップよね。バターも乗せるわよ。おいしそう。私のヘルシーワッフルはハーブで飾るわ。食べたいな。お兄ちゃんの焦げてる。こんなの食べないわよ。これ何？ズッキーニと草？野菜大嫌い。あ、おばあちゃん、すごく美味しいよ。今回の優勝者はおばあちゃん。頑張った甲斐があったわ。美味しいコーヒーが飲みたいな。オッケー。わかったわ。あ、いいこと考えた。熱いコーヒーだとつまらないからフラペチーノを作っちゃおう。行くぞ。とりあえず氷をたくさん用意しないとだね。そして美味しいチョコシロップも絶対に必要。コーヒーはスターバックスのを用意してるんだよ。トゥイックスのシェイクも合うと思う。牛乳の代わりに使ってみるよ。私はインスタントコーヒーを作るわ。孫の好みならよく知ってるもの。じゃーん。あとは生クリームとお菓子だね。行くぞ。オレオを粉々にしよう。チョコバーもいいね。ストローももちろん忘れないようにしないと。今度は私の番ね。コーヒー豆から本当のコーヒーを作るわよ。これぐらいで大丈夫。さあ、サイズを小さくするわ。見習いなさいよ。そしてやっとお湯を入れるの。コーヒーってそうやって作るの？いい感じね。カップに入れるわよ。ミルクだって自分で混ぜる。飾り付けだって忘れないようにしないと。このコーヒーから飲む。おばあちゃん、いつものコーヒーだよね。正直に言うと好きじゃないの。オッケー。
こっちの方が美味しそう。美味しいけど苦いな。No. 残りは一杯。あ、すごく美味しい。優勝者はお兄ちゃん。やった。あれ、ここはどこなの？チャレンジへようこそ。一番上手な絵を描いた人がチョコレートフォンデュをもらえるよ。でも条件が一つ。口で絵を描いてもらうよ。制限時間は1分。用意スタート。絶対に私が勝つわ。ジュリーは負けるわよ。一番上手な絵を描くのは私よ。ビンゴミラー、青色のフォンデュなんかありえないじゃない。勝つのは私よ。いいアイデアだってあるの。キャップを外せばいいのよ。そうした方が簡単。すごい。なんでもっと早く思いつかなかったのかな。やってみよう。あ、どう？できた？友達が大変な目に遭ってるっていうのに恥ずかしくないの？羽を使って仕返しするわ。そうね、待ってなさい。あ、アクション。あ、どうしよう、絵を汚しちゃったじゃない。これで優勝者は決まりね。バランだったらジュリーにも負けてもらうわ。アクション。何これ、やめてよ。ミラも待ってなさい。お願い、やめて。時間切れだよ。出来上がった作品を見せて。何それ、絵の具をこぼしたの？顔まで汚れてるよ。スージーの絵もなんでそんなに赤いの？トマトでも食べてたの？それじゃあ優勝は不可能だよ。ミラの絵はまあまあだけど、少なくとも赤くないから、優勝者はミラだよ。やった、私のものになったのね。私たちだって飲みたいわ。絶対手に入れるわ。おいしい。やった、本当に最高よ。え、チョコレートは？おかしいわね、誰が飲んだのかな。二人がやったんでしょ。今回の景品はもっと面白いよ。このワンちゃん見える？景品はこの子じゃなくて、この子のうんちだよ。また口で描かないといけないから頑張ってね。よーい、スタート。うんちを描くのは簡単ね。本物みたいな絵を描くには匂いも必要ね。どうすればいいか知ってるわ。すごく臭いじゃない。何か腐ったの？気分が悪いわ。あら、足を洗ったのはずいぶん前の話なの。足で絵を描くのは難しいけど、肘で描くのはもっと難しいわ。でも大丈夫、マーカーならたくさんあるの。あ、え、すごい、私遅れてる。みんな終わり、見せてね。見てください、ミラの作品はうんちに似てるけど、もっと上手に描けたと思う。スージーすごいよ。すごい。Cool.
ジュリーの絵は本当にダメだね。負けたかったのかな。それならうんちをゲットするのはジュリーだよ。嘘でしょ。スージーのせいで気分が悪くなっただけなのに。嫌よ。食べないといけないのがルールよ。最悪。チョコだと思って食べるわ。え、本当に食べちゃったの？これ本当にチョコレートよ。みんなも食べる？結構よ。今回の景品は魚です。美味しくない魚です。でもお絵かきに使うのはソースだよ。楽しそうでしょ。よーい、スタート。ソースでお絵かきしたことなんかないわ。うまくいくといいな。すごくたくさんあるわ。やったー。私ゴミ箱じゃないんだけど。私もそろそろ始めるわ。今まで描いた絵の中で一番おいしい絵になるわ。まずはケチャップから。私はチーズソースから始めるわ。黄色だから魚を描くのにはもってこいよ。いい感じじゃない。あれ、終わっちゃった。早く代わりの絵の具を見つけないと。そうそう、こんな感じ。すごくいい絵じゃない。あー、どうしよう。早くしないと。そうね、私には指が5本あるの。5本使って絵を描けばすぐに終わるはずよ。すごくいい匂いね。少し食べてみるわ。おいしい。もっともっと食べたい。ミラ、ソース食べてるの？ポテトだってないのに。ソースが終わったわ。私の絵には落とさないで。あー、台無しじゃない。おいしい。あ、ソースが終わっちゃったわ。負けちゃう。終わりだよ。出来上がった作品を見せてね。スージーの絵を奪うしかないわね。ジュリー、何それ。魚じゃないよ。ミラの絵は？お、すごいね。今のところは一番いい作品だよ。スージーは何もしなかったの？それなら魚をどうぞ。生魚は好き？なんで私なの？あはは、スージーが魚を食べるのよ。生魚なんか食べないわ。調理しちゃえばいいの。何してるの？ごめん、使い方がわからないの。魚に向ければいいのよね。見て、すごく美味しそうな魚でしょ。やっとちゃんとしたご飯が食べれるわ。おいしい。今回の景品はこのかわいい猫ちゃんだよ。みんなには猫のメイクをしてもらって。一番上手にできた人にはこのかわいこちゃんをあげるよ。よーい、スタート。私って猫みたいだからすぐに終わるわ。残念だけど違うわよ。
優勝するのは私よ。鼻はできた。あとはヒゲだけ。ねえ、鏡って使ってもいいよね。鏡がないと上手にメイクできないじゃない。もうすぐできるわ。勝つのは絶対に私よ。あ、ミラ、見て、ジェリーがズルしてる。使っちゃいけないのに鏡を使ってるわ。どうにかしないと。メイクを台無しにすればいいのよ。ねえ、何してるの？メイクが台無しになるじゃない。あー、子猫ちゃんが欲しかったのに私が負けちゃうじゃない。いいこと思いついた。スージー、鼻の化粧がちょっとおかしいわよ。私が直してあげようか。よろしく。直すわね。これでよし。猫そっくりよ。ありがとう、ミラ。そろそろ優勝者を決める時間だよ。ジュリー、見てられないよ。スージーのは何？それ猫じゃないよ。景品は海賊じゃないんだから。ミラ？なんてことしてくれたの？ミラの化粧はいい感じだね。猫はミラにあげるよ。やったー。大切にするからね。アクション。はあ、アレルギーみたいね。大丈夫よ、その子は私たちに任せて。アクション。オーマイ、ミラが真っ赤になったわ。お医者さんを呼ばないと。ね？かわいい。